十万国万獣十万国まんじゅうとは埼玉県行田市の菓子メーカー十万国福佐屋が製造・販売する和菓子である。十万国万獣、十枚国万獣、十万国まん頭といった表記も使われる。埼玉県の伝統的な和菓子として知られるが製造元の創業は第二次世界大戦後であり十万国まんじゅうも伝統的な和菓子ではなく 戦後に誕生したものである。製造元の十万国福茶屋は、太平洋戦争の終戦後、砂糖の流通が解禁されたことから、1952年に和菓子の製造、販売の福茶屋として、埼玉県行田市本町に創業し、創業とともに十万国万獣は誕生した。十万国とは、江戸時代に行田市にあった。 シノブハンの国高が10万国であったことにちなんでおり、行田名物にしたいという命名であった。なお、福茶屋は1960年に株式会社10万国、福茶屋を設立し、屋号も10万国と改名している。キャッチフレーズの、うまい、うますぎる、とは、版画家の宗方志向が手掛けたもので、1979年からは、テレビ、埼玉やテレビ、東京などで、 風が語りかけます。うまい、うますぎる。十万国万う埼玉名家十万国万うという思考の言葉に習ったナレーションのテレビコマーシャルが放送されている。この特徴的なテレビコマーシャルのフレーズは埼玉県民の間で定着し、埼玉県のローカル CM として広い範囲で知られている。埼玉県の歌詞であるが、日本の各地の具材を使用しており、 北海道十勝産の小豆を使った腰あんを、奈良県桂木山産のつくね芋や新潟県魚沼産のカリの粉を使った皮を使用している。砂糖はザラメ糖を使用している。製法は創業から2018年時点まで変更されていない。山芋饅頭と呼ばれる饅頭の一種で、皮はつくね芋の風味があると同時に、小麦粉よりも米を多く使用した皮であるため、 米の風味もある。原材料は、砂糖、小豆、つくね芋、上新粉、小麦粉、澱粉、ぷん、膨張と、食品添加物は入っておらず、生菓子であるため、賞味期限は5日から6日とやや短い。一個一個が、やや小さく、埼玉県の県名の由来ともなっている餃子の歴史の、息吹を感じてほしいという願いが込められ、白い皮には、10万石という夜菌が押されている。 味の特徴としては、皮が薄く、あんが多く詰まっていてとても甘く、皮が餅のように柔らかい独特の食感であることが挙げられる。10万国饅頭の販売2020年現在、埼玉県と群馬県の10万国服、鞘の直営店39店、大宮駅構内の駅中商業施設及び、同駅のニューレイズの一部、埼玉県内の一部の百貨店や、 土産物店で販売されている。テレビ CM 等により10万国万うの認知度自体は埼玉県全域で高いものの店舗は行田市やその周辺をはじめとする埼玉県東部や北部が多い。一方西部には少なく、また秩父地方には出店していない。店舗以外では電話による通信販売10万国ホームページからネット購入できるほか、 埼玉県アンテナショップの役割を担うナチュラルローソン新宿駅西店でも購入できる。通常の10万国万十、1個単位で105円にて販売され、土産用のものではの10、15、20、25、30個入りがあり、1個につき110円から117円で販売される。月に一度の10万国お菓子の日には10万国だけでは、 なく、季節に関した焼き印が押されたものが販売される。予約制で特注の焼き印を押すこともできる。期間限定で1個60円で販売されることもある。通常の白色のものと桃色に着色され、祝の焼き印が押された2色の紅白饅頭。一般的に予約制であるが、一部の祝日に通常、販売される。5、10、15、20、25。 三0個入りで販売され、値段は通常の十万国饅頭と変わらない。通常の白色のものと青色に着色された二色の饅頭、予約制の超人用の菓子である。五、十、十五、二十、二十五、三0個入りで販売され、値段は通常の十万国饅頭と変わらない。胸形志向十万国服、鞘のコマーシャルとして使用されている、うまい、うますぎるの。 キャッチコピーは、胸形志向が残した言葉が由来となっている。版画家として、世界的に名を知られる、以前の胸形志向は、行田市を頻繁に訪れ、作品作りのためのスケッチや、自身の作品の即売会を開いていた。1五十三年に十万国福、鞘の初代、横田晋三は、書道家の厚みをわらわの紹介を受けて、商品を放送する掛け紙用の作品を、 依頼するために、志向に会い、その際に十万国饅頭を持参した。そして甘党であった志向が饅頭を口にすると、うまい、餃子名物にしておくには、うますぎるといい、もし、お市場の姫が生きていてこの饅頭を食べたのなら、同じことを言ったに違いないとの意味を込めて、姫が饅頭を食べている姿をイメージした絵を描いた。そして、 思考はその絵に十万国万獣が全国に知られることを願って、十万国万灯と本来誤りである表記を用いて描いたのい。また、思考は、私は私でなければ描けない絵を描く。あんたはあんたにしか作れない美味しい菓子を作りなさい。という言葉も残した。十万国福祉や行田本店店舗。ありがとうございます。